ちは柴田です。今回はギブソンプロデュースのマエストロのレビューになります。マエストロのことをですね、調べてみました。創業はなんと1935年と、今から80年近く前にアメリカでできた会社です。もともと真空管だったりを作ってたみたいなんですけれども、ファズトーンというのがですね、非常に大当たりして有名になった会社みたいです。そのマエストロがギブソンのプロデュースで作ったのがこちらのギターなんですけれども、ギブソンというと結構高価なギターというイメージがありますが、このマエストロはですね、入門用としてたくさんの方々にレスポールを楽しんでいただくという目的で作られたそうです。日本では石橋楽器さんが2011年から代理店販売をしておりまして、残念ながらですね、今現在は新規の取り扱いは終了と。うちの近くにも石橋楽器があるので、このね、マエストロはよく見かけたんですけれども、島村楽器のクール G、そして石橋楽器のマエストロという風な感じで、この2つのブランドはよく楽器屋で見かけたんですけれども、今現在はですね、クール G も終了してマエストロも終了と。特徴としてはですね、通常のレスポールよりも若干ボディが薄くて41mm、 そしてナットの幅も若干細くて 42mm で、最大の特徴はデタッチャブルになってるんですよ。ボルトオンのネックですね。レスポールなんですけれども、ボルトオンのネックと。スペック的にはですね、ボディのトップがメイプル、そしてバックがポプラ。ポプラといえばですね、国産の上位機種でジャクソンなどが使用していた、僕の中では結構イメージのいい材です。そしてネックはマホガニ。インレイはドットになっておりまして、指板はね、ローズウッドと記載されておりましたが、ちょっとね、人工的なね、雰囲気があるので、ローズと何かをね、こう混ぜ合わせたようなものなのかもしれないです。で、通常のレスポールのように2ハムになっておりまして、ボリューム2つのトーン2つで、スリーウェイのトグルスイッチという風な感じになっております。ボディが薄くてネックが若干細い、そして軽いというところで、フィット感だったりとか弾きやすさだったりっていうのはかなりいい感じなんじゃないかなという風なところなんですけれども、ちょっとね、やっぱね、ネックのバリ、フレットのバリですね、この辺がやっぱ着やせがあるのかなというところで、若干ちょっとバリバリしてて、ペグですね、ペグがですね、まあいいものとはちょっと言い難いかなというところですね。ノーブランドの、まあ、中国製だったりとかっていうところだと思うんですが、まあ、これがね、中古だっていうのもあるんですけれども、ちょっとね、やっぱ硬かったりとか、安定感に欠けるなっていうのは感じます。サウンド面なんですけれども、いいところとしてはですね、結構ね、ミッドがしっかりと出て、ドライブの時のミッドはですね、非常にいいです。このピックアップがそういう特性だと思うんですけれども、ドライブのミッドは強いけれど、ナチュラル系やクランチでのハイの抜けがですね、いまいちなんですよ。強いところと弱いところがですね、結構顕著に出ているギターだなというところなんですけれども、さすがギブソンプロデュースというところで、ドライブはやっぱり強いので、フロントの音の単音なんかもね、非常にいいです。サスティンもかなりいい感じです。このボルトオンネックのレスポールって若干ね、敬遠されがちなんですけれども、ジャパンヴィンテージのね、ヤマハだったりとかグレコとか、ボルトオンのレスポールでもかなりいい音がするものがあるので、食わず嫌いはやめて一度ね、皆さん鳴らしていただきたいなというところではございます。ではでは、音をお聞きください。Thank you.